試した時あります。あります。どういう感じのパンツ？普通のパンツ。シルク製的な？シルクです。あー、いいね。エロいね。どういう感じの？透けてる。あー、透けるやつ。レスカやばくない？そうですか。何色？何色？黒。あー、エロいわ。黒が一番エロい、下着って。黒が色なんだ。白。あー、かわいい。純情。青。青。好きな色だから。あー、なるほど。楽しいや。あります。好きな人と会う時とかに来ます。あります。なるべく高いものを選ぶようにしてます。はい、ないです。他の人は頑張ったと思います。ないです。友達とか、まあ、知ってる人とかは多分赤。あんまないですかね。ないです。あります。さすがにティーバッグはないけど、まあ、色は黒かなみたいな。全部いける。全部いける、うん、全部勝負した気。全部いけます。日頃勝負した気です。だって。なんか、そういうのはないんですけど、ちゃんとなんか上下揃ったやつは来ますよね。そうですね。ね、はい。はい。ねえ。ないです。けどもあんまりそういうのが疎いので全然ないので、これから周りに聞きたいなって思います。あります。勝負した日はないくはないからあるのかな。あー、なんかはない。あるのかな。ありました？ないですね。ないあ、でもあるよね。なんかお気に入りのやつある。そう、お気に入り、うち勝負したけじゃないけど、お気に入りのやつしてくから特に買わない。特に買わない。買わない、うん、お気に入りがあるだけ。お気に入りがあるだけ。ないです。けどなんか新しいのつけていくようにはするよね。けどでも多分付き合って長くなってきたらそこまで気にしなくなってくるけど、やっぱ付き合い始めとかになるとそこの辺は意識しますね。ある。まああると思う。確かに。上下。うん。うんうん。うん。確かに。あとは結構下着の中でも自分のがお気に入りのやつと、あと値段、そうそう、値段とかはその時に行くね。その見せたいっていう気持ちは別にないけど、意識はする。そう、意識はする。なんかさ、わかんない。エロい漫画とか、うん、作品みたいなやつなのは、うん、あ、確かに確かに。そんなに履けなくない。赤、黒、白。あ、白はワンチャンいいけど。ね、赤はちょっと厳しいよね。普通の色で何か。うん、うん。基本的に黒が多いかも。あ、シンプルな感じで。シンプルで、確かに確かに。